すみません。おすすめを教えてください。おすすめ、はい、おすすめは私はトロアジです。一番人気とね、で個人的なおすすめと、はい、まず一番人気はここの王将昆布ね、これがよく売れてるんですよ。防腐剤も使ってないしね、日持ちはするんですよ。はい、防腐剤使ってないのに日持ちする？はい、長時間炊き込んでありますから。ああ、そういうんで、美味しい。美味しいでしょ、うん、ね、これが他店はね似たようなのが辛くて900円、ここは700円なんですよ。こちらの商品がおすすめになっております。はい、お塩昆布で、はい、2番がこれ、はい、でもこれはクール宅急便とかなんか結構めんどくさいね。いやいや大丈夫です。大丈夫、はい、送りもできます。こっちを取るだもんね。ここ黒猫の、はい、これとか、はい、サンマとかですね。サンマ、はい、サンマも送ってもらえるの？送りもできます。はい、それにね、伊勢海老なんかもあります。伊勢海老も送ってくれるの？はい、伊勢海老も送るよ。生きたのがあります。生きた伊勢海老送ってくれるの？はいはい、できます。生きたまま送れば。伊勢海老こちらですね。こちら伊勢海老。見えますかね？わー、綺麗に、ね、うん。これを送ってもらえる？はい、送りやる。どんな注文の仕方するか。ああ、こちらが、はい、エビの入ったおせんべいになります。はい、はい、これ、はい、そうです。こちらのね、伊勢エビのこのおせんべいが入ってるおせんべいで、下空さんにうちのね、奉納されてますので。あ、そうなんですか。はい、当店限定です。当店限定、はい、へー。その昆布と一緒で、うん、この下空にこの奉納されて、あ、昆布も奉納されてるんですか。これが証明書でございます。下空に奉納されてる。いやー、今もやんわ。そうです。絵の絵こちらのせんべいでございます。味見させてください。はい、お味見どうぞ。絵の絵って、三重県の絵、伊勢海老の絵と三重県の絵で、絵の絵っていうおせんべいがね、美味しいわ。美味しいですよ。美味しいでしょ。上品な味する。他店はね、このぐらいの箱でね、金箔でね、1800円で売っております。